はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。ポチョちゃんです。ポチョです。ビョチコです。名前だいぶ変えるね。はい。今日のタイトル。はい。300万円で。万円で。NBOX とステップワゴン。はい。どっちを選ぶべきっていうね。まぁ、あ、ちょっとタイトルとサムネイルちょっと違うんですけど、ご了承ください。こっちの都合上で、ね、はい、サムネイルがちょっと出せない状態なんで。はい、で、まずこの画面に映ってるのは、ポチコさん何の車かわかります？ホンダ NBOX、新しいやつ。正解。これ2023年10月の6日、うん、6年ぶりにフルモデルチェンジした NBOX です。変わったな、でも。ね、うん、これはフル装備、フルオプション、うん、最上級豪華仕様は、なんと300万円近くにっていう今日の話題になるんですけどね。300万もすんの。すごいでしょ。でこれが、300万でこうピンとこんかもしれないのね。はい、次のパネル、うん、じゃん。これホンダのフリード。フリード。これを新車で買える価格です。うん、フリードって300万もすんの。これはまた驚くかもしれませんけども、ね、まあ動画の最後には、まあ今日この300万の話以外にも、ガソリンの税金のお話、ためになるお話もありますので、チャンネル登録、高評価。お願いします。よろしくお願いします。ということで、この最上級モデルのね、NBOX、うん、まあ今回ね、うん、わざとにって言ったらあれなんですけど、する分はどんな分かっていうとですね、うん、じゃん。このね、ちょっとワインレッドのすごい、ね。赤黒ツートンみたいな？そうですね。プレミアムクリスタルレッド、メタリック&ブラックっていう分の色になります。ものすごく長いね。はい。これがまあ、グレードで言うと、カスタムターボコーディネートスタイルのツートン。で、肉ではなく 4WD 仕様。車両本体価格のみです。うん、税込みで236万トンで2800円です。これだけで、物だけで、本体で。はい。で、この今画像映ってる分のプレミアムクリスタルレッドメタリック。まあ、優勝色になります。お金がいる分になりますので、2万2000円追加です。ね、さっき言った236万にまだプラスされていきますよ。2万2000円も色だけで。ベースが200だった、はい、236万。うん。プラスだけ2万2000色。はい、赤黒したかったら。赤黒が一番高いです。この色々いっぱい色あると思うんですけど、この中で一番高いです。でね、さらに、絶対いるものが、はい、9インチホンダコネクトナビ。出たナビ。これがいいです。以前これサムネイルで、うん、YouTube でも喋りました、うん。ご視聴者様からご意見いただいて、はい、これですよと、今現在の分は。うん、そうやね。で、LXU242NBI っていうのがね、この NBOX の9インチのナビになります。うんうん、で単なるナビじゃダメなんですよ、はい。ホンダコネクトナビっていうのが必要になってきます。このフルに今の機能を使おうと思った。へぇー。ね、細かい内容いっぱいあるんですけども、とにかくまあ、あれも出すけども。ホンダの、まあお姉ちゃんお兄ちゃんかわかりませんけど、はい、コールセンターとずっと繋がりっぱなしで、違反。いろんなね、対応してくるいうすごいものをフルに活かそうと思ったらこのナビが言います。ナビだけさ、通信費のかけないか、まあ、通信費もいるんでね。またいいの？もうすごいな。このナビだけでもこの値段かかりません。235,400円。うん。これをプラス言います。うん。ナビや。すごいでしょ。すごいな。これの 242NBI 専用のパネルキットとかいうのがある。要はね、このまま剥き出しでは無理なんで、うん、これ専用のパネルキットとかがいるんです。うん、とか、ETC をつけたり、まあ、ETC も連動ね。これ専用の ETC とか、ほんでまたこの ETC つけた ETC のカバーとか、フロアカーペットとか、ドアバイザーとかね、最低必要件あるじゃないですか。ちょっとええマット件。そうそうそう、ちょっとええマットです。はい。はい、そういうことです。でも、内外合算ね、まとめちゃうと、来た、はい、どうぞ。ね、装備すると、273万1850円です。ほぼ280万。来てますね。で、まだ、消費用、ね、登録者や運動、ね、細々あるじゃないですか、この前。この間、こじこさんも買いましたら分かりますけど、こんなん全部込み込み、じゃあもうあの最終何本の何本よっていう。とこまで来ると、はい、286万9850円。
287万。約ね。はい。はい。で、これが、ね、どういう、まあ、価値観わからんじゃないか。わかる。いくと、これです。フリードのハイブリッドモデル。で、うん、これでも268万8400円じゃないですか、うん。このレベルに来ますよという話です。うん、フリードフリードでも、ハイブリッドモデルがいけますよという、同等レベルになってきます。もう乗用車買えるの、ね、でね、フォーチュナーと、お前300万で N ボックスと、まあ約300万は分かる。うん、だからステップアゴは無理やないかと言いたいと思うんですけど、うん、プラス20万足してください。うん、プラス、さっき言うと286万に20万足してください。うん、300万やな。ね。そしたらステップアゴも可能ですよ。ということで、一番ステップアゴに安いのが、なんと300万。飛んで5万3600円で買えるんです。ね。ほぼほぼでしょ。エンドボックスが、287万円。うん。ね。それに、20万足したら307万で、うん、ね。ここもちょっとオーバーするぐらいの金額になってくるんで、うん、ね。ステップアゴが視野に入ってきますよ。という話になります。で、まぁ、今回は本当ね、この300万という、まぁ、次タイトルじゃないですけど、そのタイトルに持っていくためにわざわざ一番高い設定にしました。うん、で、逆に言うと、ターボなし、4WD なし、うん、カスタムじゃなく標準でいいよと。いう部分に、うん、そう、Nボックスを選べば200万を切る Nボックスもあります。逆に言えば。そうなん。でも何やついてないやない。何もついてないんだけど、もう外観が違うけど、標準モデルなんで。もちろん標準モデルはターボ設定自体がないんで。あ、そうだったね。今回から変わったらちょっとね。うん、そうそう。で、肉ね。4個選ぶと肉でね。っていうんで、まあまあ、いろいろ削っていくと、200万を切る N ボックスもあります。まあ、とはいえね、まあ、満足いく軽油を選ぼうと思ったら、もう今300万円が近い。どの軽油もね。でも、この今後も各メーカーこの金額になっていくのと。いう部分なんですけども、ですけんどもよ。ですけど。今日は出だしの方に言いましたけども、今日はね、ガソリンのお話、こちらガソリン関係してますんで、ね、まあ、物価高騰もありますけど、一番よう言われるのが燃料高騰によりって絶対言われるから。うん、こちらもガソリン経験あるんで、燃料高騰、燃料高騰言うんですけど、皆さん燃料の仕組み知ってますかと。なあ、びっくりした。もうガソリンの経験って、ガソリンだったっけって一瞬。ガソリンスタンド経験ね。ありますんで、このガソリンの内訳ってね、ガソリン、軽油、灯油にかかる税金、うんうん、消費税って皆さん知ってますか？知らん。というお話なんですよ。知らん。で、このガソリン、軽油、灯油ではまた3つ違います。今日はガソリンだけ言いますけど、はい、消費税、はい、ガソリン税、はい、石油税、本体なんですよ。どういうこっちゃねんっていうことなんですけど、これ分かりやすく言うと、本体の価格があって、うん、燃料のね、うん、そこにガソリン税っていうのがリアルに 53.8 円乗ります、うん、もうここで53円取られるんですよ、税金が、うん、ガソリン税という名目で、うん、で次にプラス石油石炭税っていうんで 2.04 円かかってくるんですよ、うん、で温暖化対策税っていうので、ね、0.76 円かかって最後に消費税が加算されると、うんいう部分で、これ、まぁちょっと余談というか、まぁまぁ、リアルにね、ポチ山家が、この間10月30日にレギュラー入れたんですけど、うん、これ QR 決済でちょっと安くなるガソリンスタンドなんですけども、はい、それ160円で入れると。で、まぁ、現金でここ入れると165円なんで、165円で計算した場合のお話ですよ。うん、それで 10% あるじゃないですか。うん、まず 10% を引くと、単価が出ますよね。うんそれで150円、うん、150円引く先ほどのガソリンで 56.6 円引くと、56.6 円にもガソリン税と石油石炭税と温暖化対策税っていうこうもう3つ合算ね。してるのね。ね。踏、うんで 56.6 円あるんです。うんうん、で150引く 56.6 円で 93.4 円なんです。うん、昔本くらいだったよな。でも本体が未だにこの値段なんです。あと全部税金なんです。で、まあまあ、泣き寝入りで、先ほど言った、税金、ガソリン税という、もう3つね、石油石炭で、地球、温暖化対策税という3つ、
ね。60何円。これをさっぴいて、消費税だけは払いましょうと。ああ、税だけな。ね。10% 足しても103円です。今の値段で。ということがあるんですよ。ね。今、ここだったら現金で165円の換算なんで、62円税金ですよ。高いじゃん。高取られていく。ね。そういうことなの。で、まあ、ほんまね、今、岸田総理いろいろ言われてますけど、岸。ね。ほんと、考えてください。だんだん車離れしていってますし、国民の生活はリアルに厳しいです。ほんで、なんかあると、なんか、燃料高騰のよりって言われるんですけど、国がね、こんだけ税金取ってますんで。これも撤廃しませんか、この間だけでも。消費税はまあ、泣き寝入りで払いましょう。にしても、他は撤廃していただきたい。ということで、またのね、ポチョチャンネル、こう期待で、いろんな話してますから。こう期待。何があるかしら。ということで、まあ、最近はね、ショートも出しますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、またポチョチャンネルでお会いしましょう。はい、またね。バイバイ。バイバイ。